が魔の私が前回間違えて OB したところです。さあここは15番ホール280ヤードパー4。フェアウェイは意外とアンジュレーションがあるホールなので落ちどころによってはちょっと難しいラインになりますね。こちらは宮下さんの解説に参ります。ちなみに青木さんはここまでかなり順調、前半は5オーバーできました。9番バーディーだったし、すごいですね。お願いします。320ヤード15番ホールパー4です。私は初見で宮下さんのスイング、宮下さんのゴルフを見るんですが、ここまではどうなんでしょうかね。ちょっとは振りましたが、うん、まあでも右サイドこちらちょっと木にかそってなった音がしました、うん、あった飛び絵もやっぱり見つかりましたね。とカート道路の右サイドのラフから、これはフェアウェイに戻して、さあここから残り100ヤード強、まあ、バンカー越えになりますね。ただここは結構グリーンのアンジュレーションが難しいので、乗ってからの油断はできないんです。吹き流し結構今風出てますね。そうそうそう。さあ爪先上がりのライン、ちょっとトップ気味でしたから、グリーン左手前のバンカーです。さあバンカーの、お、ナイスアウト。4打目でグリーンオンですね。風がやっぱほら結構吹いてきてるね。やっぱりワンウェイは、まあ、距離が短いから、うん、まあ、もちろん距離だけじゃないんですけど、グリーンに特徴があって、グリーンが意外とメンテナンスが良くて早い、うん、なので、まあ、疲れてきた時に打ちすぎには注意なんですよね。なるほど。さあこれがダボパットになります。うん、ナイス。まあ、ティーショットをね、ちょっと右に曲げてしまったんで、まあ、ここは仕方がない、まあ、気持ちを切り替えて、次が意外とちょっとインターバルが長いので、ね、宮下さんは結局ショルダーはあんまり使ってないんですね。一回も使ってないと思います。あ、この上か、軽くね。あ、前回と一緒。はい、上がり3ホール頑張ってください。16番ホールパー4、342ヤードです。ここは池越え、多少右ドッグになっています。風は今右後ろからフォローですかね。おお、ナイスショー、完璧です。シューズのおかげです。グリップ効いてます。確かにこう疲れてきた後半でも、はい、まあ、スイングがしっかり安定してできてるなっていう印象はありますね。さあここはあれです ね、 ね、ティーショットの飛ばしたドライバーを生かしてセカンドピタッと行きたいですね。顔がやや疲れ気味です。うん、右からドローで、ああ惜しい、ほぼほぼ乗ってます。カラーですね。Thank you.
見てて結構大オーバーめに行っちゃうんで、うん、グリーン周りがもったいないパターンが、ね、そう結構行ったり来たりが多くて、さあここは手前のここは絶好のポジションですね、はい、上りのパット偉いですね、挨拶してますね、うん、さあバーディーパット、ちょっと強めに行ったよ、しっかりしっかり打ってナイス、これはもうナイスパーですね、ナイスパー、すみません、ありがとうございます。さあ残り2ホール、17番ホールは136ヤードのパー3です、まあ、今パーを取ったんでね、気分的にもちょっとこうパーが来たりバーディーが来ると薬になりますからね、あと2ホール頑張ってもらいたいです。ちょっとダブりましたね、まあでも、まあ、寄せて良ければパー、悪くてもボギー、緊張しました。本人はミスショットだったって言ってましたが、うん、まあ、結果的には花道からなので、まあ、狙いやすいと思いますし、うん、悪くはないですね、うん、ちょっと救っちゃいましたね、うん、さあパーパットです、入れ、あー惜しい、走るのが今日すごい足が重くて、なんだろう、やっぱちょっとダイエットしたからか、なんかこうエネルギーがなんか足りないというか、足がすごい、前回もっとなんかバーって走ってた感じがするんですけど、途中結構ハーフで足が動かなくなりそうだなって歩きながら打ってました。前回の方が走ってた感じが。さあ最終ホール487ヤードのパー5、まあ、ここは2つの池が絡んでくるのでマネジメントをしっかりしたいホールですね。で宮下さん今ドライバーだけ持ってるんですけど、動線上にキャディーバッグを置いてくる、今そこにちょうど置いてあるんですけど、まあ、やっぱり持ってくると疲れるので、そういうところにも置いてくると全然正解な、相当来てそうですね。さあ最後のティーショット、よっしゃ、ナイスショット、これはフェアウェイ右サイドから、あー、もしかすると少しバンカー方向に来ましたね。あー、顎に当たっちゃった。バンカーは自分で直すのがルールとなっています。さあ第3打目、少しつま先上がり、おー、ナイスショット、これはライが悪いところがね、良かったですね、うまく打ちましたね。さあ宮下さん、最後の力を振り絞って走るスピードも衰えて頑張れるでしょうか。
でもいいんじゃないですか。乗った乗った。ナイスオン。あ、でも前より早いんじゃないですか、全然。だってスコアも多分、あ、惜しい。スコアもめっちゃいいと思います。開始のボギーパットです。あー、集中力が途切れてきてるのか。ナイスアウト、お疲れ様です。いやー、バテた。お疲れ様です。終わった瞬間にはね、もう疲れたーのコメントしか出ないのは私もそうなんで、まあ、あれはしょうがないです。まあ、今回宮下さんは私4ホールしか見れないですけれども、まあ、ちょっと言いたいところもいくつかありますね。はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。まずは気になる結果発表からいきたいと思います。はい、イエーイ。じゃあ僕からいきます。はい、僕はまず時間が、はい、77分9秒、うん、だから5分早くなりました。おー、じゃあ目標クリア。いや、目標は70分前半だったんで、うん、ちょうどダメでした。そう、はい、スコアは109でした。前よりは良くなった。目標よりは低いけど、前よりは全て良くなったということで、良かったと思います。はい、私は時間が110分なので70、ちょうどじゃん。70ちょうど、うん、で、スコアが83でした。すごい、すごい安定してましたもん。バーディーもありました。バーディーもありました。もうちょっと嬉しかったです、バーディーは。すごい、うん、どうでした、山本さん見てみて。じゃあ前半はずっと青木さんついてたんですけど、まあ、大きなミスをしない、だから比較的ドライバーがすごい得意なんだと思うんですけど、うん、結構まあフェアウェイにあって、そこからアンカーに入れたり、まあ、ちょっと後半ね、ちょっとやりましたけど、そういうハザードに入れることがほぼなくて、なので、まあ、3オン2パット、3オン2パットで、まあ、たまにいいところで取れたりっていうのが、まあ、私は理想とするゴルフだと思います。はい、一つ、あの次のホールに結構行くときに、グリーンの奥にキャディーバッグ、まあ、オーバーしたときに、はい、キャディーバッグが置いてあると、結局パターのときにもった終わってから取りに行かなきゃいけない、はい、うん、そういうなんかちょっともったいないロスタイムが少しあったので、移動の、はい、キャディーバッグを置く位置をもう少し考えた方が、多分本当に3秒、4秒とかの違いでも、うん、ちょっとずつはあった。でも途中、なんかもう抱えたままパターやってましたよね。もう背負ってやりました。慣れてないと片手のパターって結構大変なんですけど、うん、そうですね、でもスピードゴルフの、まあ、世界選手権出てる方とか、うん、男子の日本チャンピオンされてる松井城さんとかは、うん、もう片手でやってるので、結構片手でできる人は、うん、まあ、それは本当タイムを効率よく使えるの で、うん、でしかも83ストロークで、はい、70分ぐらいですね。はい、いや、全然ちょっと私なんかライバル現るみたいな、はい、ちょっとおドキドキしてます。嬉しい。あ、じゃあ、はい、次試合とか来いよみたいな感じですか。いや、待ってる、待ってます。すげえ、迫った。一方で、一方で僕、宮下さん、僕はね、負けましたね。ただ全部準備したのは良かったです、はい、ボールは見つかる、うん、これすっごいまだいっぱい入ってますけど、じゃあ1個もなくならなかったと。いや、3回ロストしました。あ、本当？はい、あの OB 気味のロストです。はいはい、うん、だけどフェアウェイとかにはすぐ見つかるんで良かったなっていうのはある。はい、ただボールがその、うん、一緒に来てた人も言ってくれてたんですけど、あんまスピンかかんないみたいで、乗ってもオーバー、乗ってもオーバーがすごい多かったんで、はい、それはちょっとあれかなと。確かに、なんか宮下さんを見ていて、はい、残り4ホールでしたけど、はい、ティーショットとか、まあ、後半って絶対疲れてくるじゃないですか。はい、疲れてくる割にはやっぱしっかりとしたもう足元がちゃんとできてるのか。そうだね、これね、ドライバー打てるんですよ。ね、うん、右足でバーンって、はいはい、ちゃんとこう飛距離を出すためのこう、うん、グリップ力を感じました。あった、うん、すごい助かりました。っていうか、はい、ペース配分が、ま、うん、完璧間違ってて、後半もね、14ホールから無理でした。なんか間違えたって言って確かに顔は辛そうでした。そう、ダメでした。パッティングだけだったらそこから多分簡単に10ぐらいは縮まります。そしたら角も切れるし、2パット、2パット、2パット、最後3パット、はい、ダメです、ダメです。すいません。今日はね、良かったですね。まだまだ改善の余地、怒られてばっかり。いつもそう、そういうキャラなんだ。え、まだまだ改善の余地ありますか、自分の中で。私は、カバンちょっとなんか持ち方とか、うん、ちょっと辛かったです、今日も。重かったね。うん、なんか肩にかけるのが大変でしたね。うん、引っかかるし、なんかくるってなっちゃうし、うん、僕なんかこっちに入れたからもう出せない。ほとんど持ってなかったです。無理ってなってました。全部出せなかったな、はい、じゃあ今日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また次本番に向けてよろしくお願いします。はい、リードゴルフオープンで、はい、
戦いたいと思います。お願いします。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。今日はフットジョイさんの提供でやっております、はい、フットジョイさんありがとうございました。じゃあ皆さん今日の、感想の方を、このコメント欄に書いてください。あとですねチャンネル登録と高評価もお待ちしておりますのでよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。バイバーイ。はーい、ありがとうございます。ありがとうございました、はい、まだ8時半ですけど、うん、そうスピードゴルフがいいのはもうこっから1日また疲れるじゃないですか、はい、なので私は今日この後してラウンドを、はい、ここでせっかく来たから3ホールやったじゃないですか。いや全然3ホールだと物足りないから、ね、ここからやりますよ一緒に。いや大丈夫です。もう疲れてるよ。 やれる